1億人以上が利用する T ポイントの運営会社が漁業関係者とタッグを組んで未利用魚を活用する取り組みを始めました。こちらお願いします。未利用魚は網にかかっても様々な理由で食用にされず廃棄されている魚です。食品ロスが社会問題となる中、 T ポイントを運営する CCCMK ホールディングスは漁業関係者らと協力し未利用魚を使った商品を開発しました。何のお魚ですか？とっても香りがいいです。臭み全く感じなくってそのまんまでも美味しいなという感じです。 T ポイント利用者の購入履歴から環境への意識が高い人たちが好む味付けなどを分析したということです。